回ですけども、俺の時計がちょっと家からなくなって、それ探してた時に床に落ちてたオリパ、もう正直いつ買ったやつかもどこのやつかもう分かんないんですよ。でもまあ金額的には3000円のオリパで30パックあるわけですよ。9万円分。でも本当にこれ何が当たりに入ってるかもう分かんなくて、もういつ買ったかも分かんない。でも多分2ヶ月以内に買ってるとは思うんですけど、この机のテーブルのこの脇ら辺に何かの下にこれ落ちてて、で時計はまあ結局見つかったんですけど、それと同時にこのオリパとプラスシングルカードの、あの PSA10 の頑張りリレーとかもこの横に落ちてたんですよね普通。っていう事態が起きまして、だから多分1ヶ月ぐらい前のやつだと思います。これ開けていきます。棚ぼた的な感じで大当たりとか PSA10 のリレーとかあるとか、まあまあまあ冷静にね、やばいんですけど。おお、いきなり止まる。なんか当たりっぽくない、ノーマルから来るって。確かに違うしかも筋が入っとるよ。ええ、これ違う、フライゴン。うん、何が大当たりなのな。でも3000円やから結構それなりのも入っとると思うけどな。ミモザとか、うん、ケンホロー最高、よいしょ。うわー、くそ、博士の研究。でもなんか過去になんかこっち系のやつやった気がするぞ。これあれじゃなかったかな、光っとるやつだった当たりみたいな。あー、なるほどね。そんなんあった気すんねんけど、ちゃうかったかな。コロトック、そっち系のオリパな気がするぞこれ。なんか一回やった気がするこれ。一回あったん、例えば、うん、ちゃうかな、どこやったか忘れたけど。シェイミー、やとすると光ってるやつが出てきた瞬間、おお、来た来た、あ、ほんまや、これカプコケコの前もそうやったよな、カプコケコやったな。これ当たりや多分。いきます、来い。おー、あ、でも25周年の方か、多分25周年は多分そんなめっちゃ当たりではないよな。まあ小当たりぐらい、これ確かにぽいな。うん、うわー、じゃあもうこれあかんやん。チラーミー期待できんわ、光ってなかったら期待できんねんからな。いやー、光れ、くそ、ベロバー、ベロベロッパー、ストリンジャー。なんか間違ってでもなんか出てくる時あるからな、こういうところから。あれだな、うん、そう、あるから、フェイクパターンあるからな。レジロック、よいしょ、ベリジョン、うわ、ガラニア、よいしょ、バサギリ一発、10万ぐらいのやつ、こんかな。エレザードからの、はい、シェイム、うわー、かぶった。頼む、光ってくれ、光れ、頼む、光れ、くそ、光ってねえか。ドンカス、なんとか光ってやってほしい。もう1枚ぐらい欲しいぞ。ミノマダム、よいしょ、ミクリ、もう1枚ぐらいやってみんちゃうかこれ。ドンベル、よいしょ、ちょっとやっぱいいなこれ、やばいな、まだ言って半分ぐらいあるからな。ヒードラン、ウォチルト、そろそろ光れ、うわーやばい、これノーマルかないぞ。パールル、一番来い、うわーマジで来へんな、ムンナ、デンボク、来へんな、全然来へん今回。おー、ザシアン、シェラート、光ってくれ、あーやばいやばい、減ってきたぞ、減ってきたぞ。ちょっとこれはちょっと怪しいぞ、気配がきついな。大体もう一枚ぐらい入っておけな。うん、ホール、ホールと、うわー、陣だ、違うんやなこれな。うわー、もったいしい、パチラゴン、ちょ、ほんま来てくれ、1枚ぐらい、もう1枚、おっしゃ、来た、しかもパルスマン、残しとこう、来た、来た、でかい、これでかい、カップコーヒーコーじゃない方がなんか嬉しいし、連続来い、連続来い、連続来い、あー、くそ、来いか、ありがとうす。おおおお、ウルトラぐんぐんシェイク、昔ぐんぐんグルトっていうな、大道から出たな、乳製品の飲み物があって、うまかった。おお、来た、え、レンちゃん、お前最高、でかいぞ、でかいぞ、ゼロオラブリムオン、これでも来たな、未来が見てきたぞ、ちょっと一気に安心したわ、ちょっとやれ、U ターン、あと3、まだ5パックぐらいあるぞ、あともう1枚、来い、ああ来ないか、エケボース、カイリュー、カイリュー、ルナトー、ヒーラー、マジであと1枚来い、まだ1枚来い、あと1枚来い、あと1枚来い、くそ、うわぁ、そんな美少女来てほしいな、もう1回キラ欲しい、うわぁ、怖い、怖いね、
ょっとかっこいい幕はかっこつけ幕はねなし。はい、終わりラストか。うん、じゃあアーマーがいいかっこいいな、ちょっとなんかあれでブラックフェザーみたい。うん、じゃあまずロケマスは査定どう。ミュー、こいつ買取価格1万2000円です。え、高い、高すぎ、ちょっと高いっす。え、1万2000円でした。25周年で、はい、めっちゃ高いやん。高い、マジでほんまやば。初めて見たもん。確かに初めて見た。確かに可愛いしな、色違いですしね。うん、すげえな。違う、じゃあ、まあ、カップコケコとパルスワンでなんか若干差がありそうだから、パルスワンはどうにしようか。まあ、これまでは1万ぐらいで出るってことじゃん。ちゃう、ミュー以外来い、ミュー以外いくぞ、いくぞ。まず取れなかどうか、大事、取れなかどうか。お、え、また金やで。いや、ほんま、これまた25周年ちゃう、これぽいな、ぽいな、25周年ぽいな。いきます、せーの、はい。うわー、ネストボール。でも俺高いんちゃう、ネストボール1万ぐらいするよ多分。いや、でもワンチャンもっとするんちゃう、こっちけど。ボール系ってほんま高いです、高いからな。ネストボールどうやったか覚えてないけど、うん、でもなんか強いって言ったのカード自体が。これ確か、まあ確かにな。もう一度これネストボールね。あー、もうラスト、ラストパルスワンさんの出番です。パルスワン頼む、俺大当たりやってくれ、トレーナーでやってくれ。トレーナーって瞬間最高。多分トレーナーって大体も女の子やからな。来い、こいこいこい、トレーナー、トレーナー、トレーナー、マジ頼む、マジ頼む、マジ頼む、トレーナー。うし、うわー、来た、よし、トレーナー。しかも古い、新しい、どう、新しい、あ、新しいな、古くはないな、これ。いや、うん、この感じはマリーのプライドとかって最高やけどな。確かに、うん、どのレベルのトレーナーかやな、これ正直な。まあ、でも数万はしそうな感じ、うん、どう ?7500 円です。おお、まあまあ言っても高い。まあまあ1万ギリかんか。多分これ超えてくるはずやな、ここ、うん、多分やけど、こっちも当たりこい、こいつがこう大当たりかどうか分からんねんけど。いきます、せーの、まあ、うわー、中身の活気のアップバージョン、まあ高い方ですね、これ。この当たり確かね高いんですよ、これ。万は超えるもんね。え、多分万は超えたはず、中根、ね、今どうなる、今どれぐらいいったんだこれ、ちょっと分からんねんけど。これ、こっちの中で、これじゃない方は多分3000円とか4000円だったんだけど、これ可愛いや、普通に可愛い。うん、てか俺、美少女デッキにナタネおったっけな。いや、おった気がするけどな、我が美少女デッキにナタネおらんかった気すねんな、俺。当てたことあったけど、思うけど入れへんかった気すねんな、当時入れたかな。見てみますね、マン、ここ入っとったらマン超えとるってことやから。ナタネおってくれ、これおらへんやん。あ、おらんのや。当時マン超えてなかったんだ。今どうなの、今超えた、もしかして。まあ場所によるけですけど、だいたい1万ぐらいですね。おお、まあギリか。まあでもこれでギリやな。綺麗だったら1万超えそうっすけど、ね、普通に。うん、まあ綺麗かどうかって正直分からんけど。いや、これ確かに。ああ、そんな綺麗じゃないな、別に。オリパだいたい結構備品半分入ってへんもん。まあな、普通にちょっと基本的には綺麗じゃないな、別に。やめとく、でギリやめときましょう。やめとくか。なんかこうせっかくこんだけ頑張って集めてるしな、うん、なんか 手抜きたくないしな。ナタネの活気はもうパックから出て、まあだからこれパックから出てきそうやもんな、全然な、これは全然ある、全然出てきそう、最近のやつやし、うん、まあまあまあ、でもまあ最低限は良かったんじゃない。まあだって元から存在なかったもんやから。そう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 、俺らの中で記憶はもうなかったから、ほんま運良かったなって感じですね。良かった、見つかって、うん、9万円のオリパをまあ棚ぼたで手に入れて、まあ、その中にここにね、こう万超えが3万ぐらい、合計でまあ3万とまあプラスまあ1000円とかのものあると思うんで、まあ5万分ぐらいかな、出たっていう感じでした、うん。まあもうちょっと本当はね大当たり出ればよかったけど、まあでもこの感じだと多分一番上が多分あれじゃん、まあ10万のあってもギラティナとかそのぐらいのレベルじゃない。まあ、確かに、うん、まあ、それか6万ぐらいのミモザとかなんか分からんけど、うん、そっち系とかな気がしますね。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。